性能ホールディングス株式会社は、岐阜県大垣市に本社を置く大手運輸企業、性能運輸グループの持ち株会社である。1930年、岐阜県松田郡萩原町にて、田口利八が前身となる、田口自動車を創業。当時、国鉄高山本線等の公共工事が盛んで、事業は順風満帆であった。さらなる成長のため、他の都市部への進出を計画。 岐阜県の県と岐阜市、中部地方の中枢都市名古屋市等の進出を検討したが、結局大垣市へ拠点を移す。理由としては、大垣市が宝石産業が盛んであったこと、日本の中央部に位置し、将来の高速道路網でも、当地付近が全国各地への結束地点になるであろうという考えからであった。ちなみに、現在、結節地点になっているのは、 前原市と小牧市に分局しているが、どちらも大垣市から遠いとは言えず、高速道路網について、それが中央部である当地に近い都市で結束し、全国各地へのフィーダーが良好になるであろうという考えは、やはり先見の命であったと言える。大垣での事業も絶好調だったが、時代は太平洋戦争へと突入。政府はトラック輸送の効率化の名のもとに、俗に言う。 戦時統合を推進。大垣周辺でも、当地の零細運送会社を統合し、性能トラック運輸株式会社が発足する。さらに政府は、道府県各地区一事業者にせよと命令。これにより、性能地方の各社が統合、性能運輸が発足する。しかし選挙区は泥沼化。米軍は、日本の地方都市にも小夷弾による空襲を仕掛ける。岐阜市。 かかみが原市へも空襲の間の手が伸び、大垣空襲も行われ、多くの県民が犠牲となった。大垣空襲の半月後、玉音放送により空襲の焦土の中、終戦を迎える。終戦後、戦時統合が解かれ、水都産業株式会社発足。戦災復興もあり、トラック業界は花形産業になるが、復興関連の需要は一種の特殊であり、 復興後に需要が減る時期へ対処するため、特需の続くうちに将来への布石が求められた。そこで練られた戦略が、長距離定期貨物便、今でいう、特別席合わせである。当時の貨物輸送の主流は国鉄による鉄道貨物輸送であり、一部の中距離路線便を、地場の会社もしくは日本通運が行っているに、過ぎなかった。ここに、水イ産業は着目し、 近い将来高速道路網が整備されて、自動車の時代が到来すれば、物流の世界も長距離トラック輸送の時代へと変化すると判断したのである。間もなく、当時の運輸省を訪ね、免許を申請。当時は、前代未聞のことでもあり、なかなか認可が下りなかったが、田口利八氏が16回も通い詰めた末に認可を手に、した。この頃社名を再び、 性能運輸株式会社に変更し、大垣名古屋を皮切りに、大阪、東京へと路線網を延伸していくが同業他社である、日本運送や福山通運、都並運輸なども続々進出し、路線網を拡大。特に、性能運輸の拡大には、当時の大和運輸の小倉社長も、脅威を感じ、羨ましくもあったという。その後も、さらに精神、闘進を続け、 1971年には、青森・鹿児島に至る長大路線網を確立させる。71年には名称に上場。72年11月、東証一部に上場。最近では、東海道新幹線を使った超特急便や午前中の到着を確約し、付着の場合には、全額返金するビジネス便、デパート納品を円滑化するための納品パック、 そして昨今の機密保持ニーズに応えるべく、機密回収ボックス等、物流新商品の開発を進めている。2005年に、各事業の収支明確化と、効率化を図るべく持ち株会社制へ移行する。なお、同じく、大垣市に本社を置く、貨物鉄道会社の性能鉄道は、社名が似ているが、資本、人材等の関連はない。ただし、両社とも、 ミノの西部という地域名を社名の由来としている点のみ共通している。ありがとうございます。